こんばんは。元美容部員の和田さんです。あ、そう、猪狩さんです。いやー本当に嬉しい、ありがとうございます。実はですね、本当に今日は念願の猪狩さんと動画を撮らせていただいておりまして、今日はちょっと猪狩さんのご自宅に、はい、お邪魔しております、はい、ようこそ。でちょっと今日は、はい、私猪狩さんのメイクが本当に大好きなんですけど、本当に大好きすぎて、なんかでもやっぱりこう色物のメイク方法とかは雑誌とかでもやっぱりパッと見て可愛いって分かるんですけど、ベースメイクのフーミーのコントロール、カラーベースの使い方とかも猪狩さんすごい特徴のある使い方をこうされてるので、そういうのをなんか皆さんにぜひ教えていただきたいなと思って、猪狩さんにちょっと今日はなんかやっていただくことは可能でしょうか。うん、大丈夫です。でもすっぴんじゃないじゃん。ちょっと落とします。あ、じゃあ乳液でこうよ。乳液でこうとあっという間に落ちるから。こう塗ってらっしゃいますか。私本当にゴリゴリカバーするタイプの人なので。本当に。本当だ。うわ。こんな感じで落としますね。そしたら化粧水は肌が薄いじゃないですか、皮膚が。そうなんです。そうだから化粧水からやらない、もう化粧水はこういうので補充する、うん、そう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 拭いても拭いても出てくる。髪いります、和田さんの時。え、髪といるかな。そしたら、うん、そうクリーム、まずは本当にクリームを、うん、あ、はい、クリームをクリームを本当にこうやって、モイストエイジングケア、そうです、クリームをお気づけをしとく、こうやって。こうやってもうこれもやりたい、自宅でできますね。できる、置いとくの、こうやって、うんうんうん、私とかもしょっちゅう、今私もすっぴんできたんだけど、うん、こうやって置きっぱなしにしとくの、そうすると体温で溶けるじゃないですか、うん、今これ当たってるから余計溶けていくんですけど、うん、これを伸ばすんです。これを伸ばす、でその後で化粧水とかやる。あ、すごい、導入クリームみたいになってる。そう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 、すごい。そうすることによってバリアがやっぱ薄い人って、水分いきなり何かが入ってる水分与えちゃうとカチカチってなっちゃって、メイクがすごいパキパキに見えるようになっちゃうから、確かに、だから先にもうバリアをこうやってつけといた方が、私は昔からこうなんですけど、自分の肌弱いからつけといた方がいいです。それで化粧水を手に取ってもらって、うん、うわー、すいません、こうやって化粧水を包み込むように、こうやって上からやってあげる。なんかでも結構、すごい、ちょっとスルスル入ってる感がなんかある。ある、うん、へぇ、ここいつもそんなすぐもちもちしないやっていくって感じで、うわ、すごい、めちゃめちゃもちもちなんだ。で、それから全部をきれいにする前に美容液、何でもいいんですけど、美容液は、美容液を、オイル系がいいです。そう、オイル系がいいですね、美容オイル系。本当にベッタベタなぐらいたっぷりにして、こうやってつける。なんかよく伸ばしがちなんですけど、こうやって。確かに美容部員の和田です。ちょっと待って、モノマネ入っちゃいました。美容部員の和田ですよ、元美容部員の和田さんです。和田さんって和田じゃない、現状いるもんね、和田さんって。そうそう、いらっしゃる。こうやって、ほんと包み込むようにして、肌弱い人とか、こう出来物ができてる人は、この出来物を削っちゃうと液体を削っちゃうから、なって、こうやってグッと。そしたら、はい、こういうストロボクリームとか、こういう光るものとかを中に入れてから、コントロールカラーをやるんです。そう、前はコントロールカラーを一番最初にやったんですけど、はい、今はもうデューイ肌とか、ツヤ肌とかがもう超常識になったじゃないですか、はいはいはい、だから余計中に光るものを入れてあげてる方がいいので、このほうれい線の内側、パンダ、ゴリラみたいなゾーンに入れないで、この周りのゾーンだけにこうやってまた置く、自分がつけたところに置いてもらって、置くんだ。そうです、こうやってやってやって、そうすると、上からハイライトつけると、ハイライトですっていう効果なんだけど、はいはいはい、内側からだと、にじみ出る光沢感みたいな、シャイニー感がすごい出るので、へぇ、こうやって内側の発光感が、はい、そうです、なので、まず最初に発光感をやるでしょ、はい、その次に、肌の色、肌の色をどうにかしてあげます。なんか健康、血色感も、そう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 、でも元の子に顔がこうやって来てるから、プリプリ感がある。これがこうやって流れたらプリプリ感ないじゃん。確かに、これでやるから、プリプリ感が、やっぱプリプリ感は重要ですよね、そうだ、プリプリ感が光を受けてくれるから、ツヤを作ってもプリプリしてなかったらツヤには見えないので、そしたらですね、全体にはピンクが黄色、
部分的には紫か目白なんですけど、最近なんか目がくすみ色流行ってるじゃないですか。はいはいはい。ピンクと水色の方が今の時代はいいかなってちょっと思いますね。もしすごい目をくすみ色とかつける人は、このピンクにトーンアップを混ぜます。そうするとそう、発光と色とかって別別に考えないとダメですね。なんですけど、めんどくさいと思うのでトーンアップとピンクを一緒に混ぜちゃって、もう顔全体につけてください。はい、つけます。つけましょう。ぎゅぎゅ。そうです、そうです。そうそう、なんかさ、もう違くない？てか、なんかファンデーションつけてないんですけど、そう生肌っぽい感じです。そうちょっと白気なぐらいでいいんだよ、この時点でファンデーションつけるから。でもこの動きが大切なの。そうこれを内側に、そう、内側に、うん、この動きが大切みたいです。そう、全部内側に寄せます。で、ここシワ溜まっちゃうんで、ブル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 とか、こうやってブル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 とかすると、すごいいい感じ。めっちゃいい。なんかこのリップがめっちゃいいじゃん。これが逆に合わなくなってきた。濃く見えるもん、うん、肌が綺麗だから。そうだよ、今さ、全体的にさ、発光とピンクでグワッと持ち上がってきたじゃないですか、はいはいはい、そこに対して今度は黄色を消したいんです。ピンクじゃ黄色って消えないの、そんなに。はい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 。コントロールカラー、水色とか寒色系だと黄色が抑えられて、白身がちゃんとこう透き通ったっていうか、白身が出てくるんですよ。ほら、水色をのせるとほらね、白なの。結局もう白に見えちゃうじゃん。はいはいはい、ね、これはブルーはつける部分はもうこの内側だけです。なるほど、はい、この眉尻に手を置いてもらって、目尻通ってもらって、口角のところに行ったこの中だけです。そうするとね、ここは首からちょっとピンク味を帯びてきて、水色が入ってくるから、これだけでグラデーションで凹凸感がちゃんとできる、はいはいはい、なるほど、めっちゃわかりやすい、うん、黄色からピンクからブルーで、そう、勝手に色で立体感が出る。そうそう、めっちゃすごい、マジですごい視点だ。これがコントロールカラーの私が好きな技なんです。うわー、すごいな。そうです、だからしっかりとやりたい時とか、できる人はここまでやってくると、もうこれだけで凹凸感が変わってくるので、メイクがもっと楽になる。なんかそう、あー、マジで本当に全然違うわ。ここそうすると逆にシェードになってくるから、水色とか。はい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 、確かに全然違うでしょ。全然違う。ハイライトつけてるようになるでしょ。うん、すごいわこれ。なので目の下もしっかりとこれは言ってもらって、ファンデーションじゃないんで、濃くなんないから目の下もいっちゃって平気です。本当だ。だからここまでが下地です。うわ、すごい。それで、うん、それで、それで、その後に UV をやる。この色味を全部一回 UV の白身と UV で包んじゃうんです、全部。はいはい、パズルこうやって重ねてきたところに上に蓋をするみたいな感じで、はい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 、なるほど。蓋をするんです。伸ばしてもらって上からこうやって重ねるだけです。で、引きずらないようにね、パズルだな。あ、なるほど、すごい、はい、重ね技だから、はい、楽しい。パズルだから、ね、はい、全部やっぱパズルだから、あ、いいじゃん、ほら、全部が今度はふっくらとした白身が出てくる。すごくない？そうすると、この異常に白が入った結果、やっぱり水色のとか結構白身が出てきて、うん、ピンクとかはふっくらしてくれてみたいな感じ、うん、おー、いいじゃん。え、めっちゃいいです。え、すごくない？そしたら一回手拭いて、はい、もう一回こうやってなじませます、うん、そうするとすんごい密着してくれる。これなんかすごいな、結構なんかいいじゃん、格段にプロっぽいお肌が。めっちゃいい。でもこの動きなんだよ結局。今は理論的にパズルの話したし、使うものの順番言ったんだけど、何がツヤが出るってこの動きなの。みんなに教えてきた結果思ったんだけど、そこの動きがやっぱり一番私の中では重要だった。へぇ、ここのくぼんでるところを使って、このシュッシュッと。なのでぜひ重ねて、はい、わぁ、じゃあファンデーションは私は使うね。いいんですか、すいません、ちょっと自分のファンデーションこれぐらい黄色いじゃないですか。うんうん、並んでみて、ほら、えぇ、ほんと、いつも全然違う。そうだよ、びっくりした今普通に。モニター見てびっくりしたんですか。でも目の下とかはつけない。この辺はもう白身をそのまま出したいみたいで、うんうん、まあでも確かに今の下があるから、はい、そうです、きっと。すごい、これだけで、これぐらいなんだ。はい、あとはこの口の下気になると思うんで、うん、ここの残りをこうやって手になじませてもらって、自分の手をファンデーションの状態にします、うん、それで押さえつけます。でも私はまだちょっとね、荒れてるとこがあるから気になると思うんで、そう、ね、そこにはまあ、そこはいいよ、無視して。あ、いいですか、うん、顔正面から見えないから、うん、この鼻の下とかをもう一回足してもらって、うんうんうん、
ここにもう一回。いや、すごい。ね、ここね、ここ気になると思うんですよ。出てるし、ここ、うん、私と一緒で、こう出てるじゃん。ここ出てるわ。見えないこれ。YouTube で見ないで。こう出ちゃう。出てるでしょ。でしょ。だからここ気になると思うから、あれ出るじゃん。だからもう一回最後にここの部分をこうやって滑らせてあげて、メンズと一緒です。メンズの化粧と一緒で、ここを滑らせてあげて、ここグッと締まってくるので、ちょっと濃くなるから。私ここ出てるのちょっとコンプレックスのところ。わかる。ここ私も。ここに入れればいいんですか？へこましたいよね。へこましたい。これ何なんだろうか。いやもう歯の形とか骨格だからでしょ。骨格なんだ。だからそれをね、あの強調するかのようなメイクしたから、それを潰して。今日初めて知りました。誰も教えてくれなかったそれ。潰してあげるかのようなメイクする。え、めっちゃ良くなったじゃん。え、そう。めっちゃいい、めっちゃいい。ここに光も入るようになったしさ。やば、このおでこのちっちゃさすっごい目立つようになったりさ、結構違う。あ、ベースだけでこんな違うんだ。すごい違う。すごい。わあ、完成した。めっちゃメイク楽しい。楽しいでしょ。でもこうやってね、丁寧にね、うん、あのね、恵まれてる人ってどうしてもバーって塗って、うん、あの凹凸もあったりとかして分かりやすいからなんだけど、うん、特に私とかみたいな凹凸のない人はそうやっていろいろ考えてやってきて、パズルのようにやってきたりとかするから、うん、そうやってやるとすごい良くなると思います。うわ、めちゃめちゃ細かいテクニックもありがとうございます。うん、まだまだほらいっぱいいろいろあるからまた、またちょっとぜひ教えてください。感動感動感動。お願いします。ちょっとぜひお願いします。お願いします。ビーム受け取りました。ありがとうございます。ということで今日は猪狩しのぶさんに、肌作りベースメイクですね、はい、教わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。やりがいがあるかも。嬉しいです。なんかご自宅にあるものでも代用が全然なんかその色とかで教えてくださいましたし、うんうんうん、あとはなんかその質感とか、うん、真似してぜひちょっと使ってみてください。一つ、うん、めんどくせえなと思った人たちは一、うんうん、つ、二、まあね、つ注意すればいいんですよ。めんどくさいこともありますよね。じゃあ二つ注意すればいいんです。はい、二つ。ファンデーションで全てを隠さない。うわ、出た。それ私なんですよ、今。さっきの私ですよ。と、と、はい、あともう一つ、はい、手の動きを今日やった風にするだけ。あー、それだけで、うん、結構変わっていくから、コントロールカラー買いたいなって気持ちになると思う。なるほど。なのでぜひこうやっちゃって、うん、あ、結構変わったから、あの時コントロールカラーであそこまで変わってたから、うん、あ、買いに行こうって気持ちになるから。だから家にあるものだけでいいんで、うん、ファンデーションで隠さない、はい、全てにしない、はい、こうやってやってをやる、うん、まずはそれを今日学んでもらえたら次に行けるんじゃないかなと思います。もう絶対明日の朝からちょっと一緒にやってみましょう。私もすごいやるんで。めっちゃいいじゃん。すごい、めっちゃいいんですよ。やっぱ顔ちっちゃいし、モニターで見ると全然違くて本当に嬉しいです。ありがとうございました。お忙しい中本当にありがとうございました。猪狩さんのチャンネルも概要欄の中に貼ってあるので。やった。もちろんです。やめてください。嬉しい。何か君間にしかいないからまだ。いやいやいや、ぜひご覧いただいて、あとライブ配信とかめっちゃためになるんで、ぜひ見てみてください、はいはい。それでは本日もお忙しい中ご来店いただきまして誠にありがとうございました。ご収拾ください。ご収拾、かしこまりました。お願いします。ご収拾お願いします。はいちょっとそれではまた次の動画でお会いいたしましょう。またのご来店を心よりお待ちいたしております。ありがとうございました。他にもおすすめの動画がございますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご来店ありがとうございました。